さあ朝が来てしまいました。あっという間に朝、寝たと思ったら朝。おはよう。あー、くしゃみ出そう。失礼。おはようございます。ということで、朝も時間がなくなってくるのでメイクをしていきたいと思います。今日はちょっと顔がむくんでいますね。おはよう。よし、ただいま26度ですね。逆だ。おはよう。すっぴんの顔はのっぺらぼうだな。おはよう。メイクしていきます。今日はサクサクっと。いつもみたいに1時間ぐらいかけてる時間がないので、サクサクっとお顔作っていきます。おはよう。今日は水曜日、皆さん週の真ん中ですが、いかがお過ごしですか？水曜日くらいになってくるとさ、朝辛くない？月曜日とかはまださ頑張れるけど、水曜日くらいになってくるとさ、さすがにきつくなってこない？さやは辛くなってくる。昨日寝落ちしちゃってさ、夜12時くらいに気づいたら寝てて、2時ぐらいに起きて、うわーお風呂入らなきゃーっつって、そっからお風呂入って、でまあ3時ぐらいにまた寝たんですけど、ちょっと変な寝方しちゃったから変な感じになっちゃった。さりげなく後ろにジョン・マイのポスター、あ、あれ、ね、T シャツ飾ってあるんです。みんなにちょっとでも宣伝できるようにめちゃくちゃ後ろに飾ってある。みんな来てね。英国ってどこ？イギリス。何の質問？さやの知識力チェック。結構さ、あれだよ、海外英語じゃないや、海外漢字で表すやつわかるよ。おはよう。ああ変な人か。かわいい、ありがとう。初日だから休み取って今のんびりしてる。え、絶対思った、初日絶対来てくれると思ってた。ベンちゃんのね、初日やし。おはよう。4期の初日だしね。でもさやはさ、4期の稽古に1ミリも関わってないからさ、その一昨日ぐらいに来てさ、みんなのお芝居をこう見させて、もう初めて見させてもらったけど、なんか稽古期間短かったと言ってるけど、めちゃくちゃなんかね、クオリティが高いというかさ、こんな上から目線で言うのはちょっとおこがましいんですけど、もう完成されてて、え？不安になってきたってなってました。私この4期の皆さんと同じレベルに1日2日で持ち上げなきゃいけないの、不安になってきたって思うぐらいなんかすごかった。おはよう。さ
さや鉄も頑張ります。ピエン不安だ、不安ですが頑張ります。うん、今日も可愛いね、ありがとう。まだすっぴんですけど、おはよう。プリティ、 Thank you。 皆さんおはようございます。ただいまメイク中。おはよう。今サイが何を考えてるかって、やべえ、話すこと何にも思い浮かばない、何話しようかなって思ってました。正直者、正直者です。仕事中なのでチラ見です。そうだよね、もう平日のこの時間はお仕事の方は始まっちゃってるよね。ありがとうございます、忙しいのに覗いてもらっちゃって。仕事怒られないように覗いてください。今日乗り越えたら明日から2泊3日長野旅行、うわ最高、旅行したいな。早も今旅行行くならさやはどこに行きたいんだろう。出来上がってるのでコメントしに来ました。どういうこと、何が出来上がっている。ごめんなさい、さ喋ったことをさすぐ何喋ったか忘れちゃうからさ、そうコメント読んで何に対してのコメントだっけってなる時あるんだけど、ごめんね。分かんなくなっちゃうの。長野駅前のさにおすすめの店、なんだろう、草笛そば屋さんだったら、ラーメン屋さんだったら味噌屋っていうラーメン屋さん、味噌ラーメン屋さん、ストロング6本目、あ出来上がってるって、その出来上がってるね。いやいやまだ朝やで。ということ、夜から飲んで6本目ってこと、それとも朝起きて飲んで6本目ってこと。さすがに夜からか。バイクで四国一周、すげえ楽しそう。四国、四国ってさあ、でも坂はあるか、山ちょっとあるもんね。どうなんだろう、でも気持ちよさそう。四国の地図あんまり知らないんだけど、四国の輪郭しかわかんないんだけど。おはよう。四国か、確かに四国内旅行したいかも。9月3日から5日愛媛から長野旅行、9月3日から5日、ああじゃあもう一昨日ぐらいまでやってたってこと。昨日江ノ島最高、江ノ電のさフォルムがめちゃ好きなの、可愛くない、江ノ電、江ノ島電鉄緑色の、昔行って覚えてるわ。飲み屋に行って店が5時で閉まって帰ってきてから6本目、すげえ、家でもう一杯やっちゃってるってこと。楽しんでますね。なんかさ全然お酒飲めないからさ、そういうの楽しそうだなって思う。四国と長野県どっちが広い。四国全体だったら四国の方が広いんじゃない。
その分かんないわ。長野、ちなみに長野は全国で4番目に広い県ではあるんですけど、さすがに4県合わさった四国よりはちっちゃいんじゃないか。考えたことなかったな。さすがに四国に軍配が上がる気がします。うん、おはよう。ああ。よいしょ。Good morning. Good morning.長野善光寺白馬は楽しかったですが、バイクではしんどかったです。まあ勾配がね、山勝ちだからさ、勾配がきついよね。そのバイク乗ったことがないから、そのどういうきつさがあるのかあんまりわかんないんだけど。よいしょ。お疲れ様です。でも愛媛なんかまだ別に何にも愛媛で何もしてないんだけど楽しいね。サリンが YouTube に載せてたオムライス作ってみる。あ、いいね。トロトロスクランブルエッグをご飯に盛るスタイルのオムライスね。絶対失敗しないんだからあれ。ご飯をオムライスってさ、卵でご飯を包むのが難関じゃないですか。最難関だけど、スクランブルエッグの状態にしてご飯にかけたら絶対に失敗しないから、マジでおすすめ。サイン、おはよう。おはよう。なんかさ、その料理好きだけど技術的な面では全然ね、劣るから。おはよう。そういう工夫をしてね、それっぽい料理をするっていう。これからお仕事ですか？そうなんです。今日がっつりお仕事です。かわいい、ありがとう。まだ全然すっぴんですけどね。ちょっとだけ、ちょっとだけ肌きれいになったぐらいです。まだ褒めてもらえると嬉しい。ちょっと眉毛むずい。その髪の目、これメタモンです。可愛くね。明日仕事で長野行きます。マジ最高。なんか美味しいもん食べれたりすんのかな。今仕事忙しいんかな。もし時間あったらなんか長野っぽいもの食べて帰ってください。せっかくならね。おはよう。いやー、朝忙しくなっちゃうなー。このあとキャリーも詰めなきゃいけないし、髪の毛も直さなきゃいけないし、意外と時間ないっす。おはよう。一昨日出張で大分から東京まで飛んだから、愛媛上空通過してたよ。いいですね。失礼。
そう、信州松本空港に日本一標高が高い空港なんですけど、なんか JR の駅で一番標高が高いのも長野県にあるんですよ。長野県ってやっぱ標高高いんだなってそういうところで思うよね。なんか別に標高高いところなんてもっといろいろあるだろうと思ってたけど、全体的に標高が高いからそういう標高が日本一高いなんとかが作られるんだろうなみたいな。 そこだけそう、一個山が高くてもさ、わざわざそこに駅作ったり空港作んないじゃん。でも全体的に長野県って高いからそうなるんだろうなって思いますね。やばい、今日朝の鼻炎が来てる。たまにあるんだよな朝鼻炎。今日鼻むずむずデーだ。昼ぐらいになったらね収まるんですけど、今日ダメだな、調子悪い。髪型似合うの、ありがとう。そう、髪短くなってどうかなって思ったけど、みんなに好評で嬉しい。愛媛で4期の皆さんと会って前に言ってた不安少しは解消できた？いや、むしろ増した。なんかルンちゃんとかカレンちゃんがもう本当になんかマブみたいな仲良しになってて、全然普通にタメ口でみんなと話してるし、なんとかさみたいな話してるからさ、え、もうみんなそんな仲いいの？取り残されてるってすごい、あの、逆、より不安増した。無理やんみたいな。まあそれ2週間も一緒に稽古してたら仲良くなるけどさ、より不安増したわ。カレンちゃんとか人見知りかと思ってたら全然陽キャだった。マジかよ。おはよう。8で一番仲いい子はなんかあんまさ特定な人がいないんだけど、今はゆうなちゃんが一番連絡取ったり遊んだりしてるかな。って感じ。さやは一番仲いいと思う。でもゆうなちゃんはいろんな人と結構交流っていうかさ仲いいから、ゆうなちゃんから見てさやが一番かどうかはちょっと分かんないですけど、さやから見て一番ゆうなちゃんですね。片思いの可能性はある。でもゆうなちゃんめっちゃさやのこと好きでいてくれてるから嬉しい。さやは多分自分のことを好きでいてくれてる人のことが好きですね。いや、稽古できない不安より仲良さの不安が勝ったことではないですけど、会ったことによって稽古にない不安はもともとあったからさ、そう、会ったことによってうわみんな仲いいやんっていう不安が足されただけ、別に勝ったわけではない。40分ぐらいまでにはメイクを終わらせたいなという淡い気持ち。おはよう。おはようございます。ありがとう、朝というか昼というか来てくれて。一応でも9時台は朝な気がするな。10時ぐらいになってくると昼かなって感じするけど、そういう時間の感覚って人によって違うからむずいよね。
いつから昼なのか、いつから夜なのか問題、あといつから早朝なのか。おはよう。これさ、めっちゃ肌今綺麗にさしたけどさ、どうせマスクで全部取れるんだよな。今メイク何パーセント？今 60% ぐらい。意外と進んでない。キスバイエイトの頃よりさらに深まったゆなちゃんと。だってもう3回お泊まりしてるし、一緒に遊び行ったりもめっちゃしてるし、ご飯食べ行ったりとか、より深まってます。おはよう。確かにモーニングや、ホテルのモーニングやってる時間は朝だね。それはいい指標だ。おはよう。おはよう。家ゆうなちゃんとめっちゃ家遠いよ。結構ゴンゴンに遠い。だから遊び行くのめっちゃ遠い。ゆうなちゃん家2回泊まり行ったことあるけど、遠いなと思ってた。そう、マスクにさメイク全部持ってかれちゃうんだよね結局ね。こう今頑張って着飾ったとしてもね、それがこのご時世の辛いところ。鼻がムズムズする。あよ、マスクはそれ結構顔にねピタってくっつくタイプのマスクしてるから、だからね持ってかれちゃうんだよね。このスタイルだから、この三段スタイル結構全部これについちゃいます。じゃあちょっと髪の毛直していきますね。メイクもそこそこに、メイクまだ途中ですけどね。すっぴんの時よりはいい顔になった気がする。さあこっからが大変でして、髪短いから髪直すの大変なんですよね。おはよう。今日髪型どうしよう。ポニーテールっていうかさ、後ろで一つ結びにするか下ろすか、さすがに下ろしにするかね。髪短いと髪のセット大変だよね。難しい。ストレートをかけていきます。よいしょ。おはよう。手に目力ある。でもさ目ちっちゃいんですよ。なんか4期さ、るんちゃんもかれんちゃんも目が大きいからさ、なんか並ぶとさめっちゃ目ちっちゃい。小豆みたいな目してる。
でも目が小さい分黒目の比率が高いんですよ。目がちっちゃいからさ。人間ね、黒目ってみんな同じサイズらしいんですよ。これは本当かどうかわかんないんですけど、噂には聞くんですよ。だから目が小さい分黒目の比率が大きくて、それが可愛いって言っていただくこともまあ多いです。でもさえは目が大きくなりたかった。背目ちっちゃいです。だから目力そんなないと思うんだけど、でも嬉しい、あるって言っていただけると出せるように頑張るね。おはよう。おはよう。よいしょ。めめ大きくなりたいな。でもなんかなんていうの、日による、その時のメンタリティによるけど、今日は自分の顔そんな嫌いじゃないなって人、うわもう自分の顔嫌すぎって日による。何なんだろうね、日によります。こっち側の羽はなくなりました。こっち側はめちゃくちゃ跳ねてる。こっちも直していきます。ああ、鼻がムズムズする。鼻むずむずする今日。ホテルがホコリっぽいんかな。それハウスダストアレルギーあるからさ、ホコリっぽいところダメなんですけど、ホテルとの相性が悪いとなるんですけど、それなのかな。それか一過性の朝の鼻炎の場合もあるんですけど、ダメだな。バイオン。よいしょ。なんか今日コメント欄がいつもと雰囲気違う。ノリが分からん。いろいろ考えたけど9月17日に坊ちゃん劇場に行くことにしました。え、嬉しい。いろいろ考えた末そう決定してくれてありがとう。見に来てください。めっちゃ嬉しい。頑張れます。そのコメントでさえは
頑張れるよ。15日から19日まで。おはよう。よし、後ろの髪の毛はこれでいいんじゃないかな。ちょっとこっち側が変だな。今一番聴いてる AKB 以外の曲、なんだろう、最近何聴いてんだろう。じゃあ でも峯岸さんが結婚したし、東海オンエアさんの888月みたいな曲があるんですけど、それ最近よく聴いてるかも。おふざけソング。待って、ちゃんとした曲だと何聴いてるんだろうな。ちゃんとした曲って失礼だけど、そのリリースされてる曲でなんだろうな。おはよう。なんだろう、お出かけですか。お仕事です。朝からサリー見れて幸せ。嬉しい、ありがとうございます。そんな風に言っていただけると、朝配信をした甲斐があるってもんです。おはよう。よし、髪の毛ができた。耳かけるかかけないか、かけないで行ってみるか。おはよう。ちょっと顔のメイクをちょっとだけ足して終わりにしようかな。おはよう。頑張ってください。ありがとうございます。でもこれ頑張って直しても後ろがさ、ちょうどさ肩に当たっちゃうから跳ねちゃうんだよね。こればっかりは仕方ないけど。朝から可愛い顔見れて嬉しい。イエーイ。よいしょ。久しぶりに見たんだ。結構美人だね。あ、ありがとうございます。嬉しい。美人に近づけるように頑張っています。日々遊びに来たよ。ヤッホー。
髪型陽気嬉しい、イエー、遊びに来たよは読んだか、あ、ドライヤーで一回温めない、今日の4期初日見に行くよ、15日も行くよ、あ、嬉しい、ありがとうございます、頑張ります、頑張れます、そのコメントでマジで15日いっぱい埋まってるといいな、え、マジで不安、なんかみんな採鉄に興味なかったらどうしようって、もう1期の時にいっぱい見たし、もう4期なんて見なくていいやと思われたらどうしようってずっと思ってる、みんなが来てくれるといいな、温めて何をしてるの、温めてまつげを上げています、なんかさ髪の毛とかまつげとか毛ってさ熱を与えると形が変わりやすいんですよ、まあ、ヘアアイロンも同じ原理なんですけど、なんでビューラーをまつげ上げる道具をちょっと温めて上げてあげるとまつげが上がりやすいんです、採鉄興味しかない、早く見に来て嬉しい、ありがとう、頑張る採鉄も、あ、いや、はい、AKB イズソークでサーカーのショールームみたいな髪型変わってた、そう髪型コロコロ変わってます、あいよ、オンコロ配信あのメンバーで風吹いている泣きそうでした、いやあのさ風吹いているってさ改めて本当にいい曲だよね、めっちゃ思ったあの時歌って、メッセージ性のある曲だし、あのイベントのコンセプトにも合ってると思うし、いい曲やった、ひやちゃんが早くサリに会いたいって言ってたよ、サリも会いたい、東京帰ったら絶対に会う、すぐ会う、秒で会う、今何時？45分、いいぞ間に合いそうだ、キスバイの時もあったけど風吹いてる本当に曲、確かに、そっかキスバイ8も風吹いているで本編終わりましたもんね、いい曲だなぁ、キスバイ8の時に思ったけどさ、やっぱ AKB を出てると曲の数がすごく多いからさ、ああやって舞台やるよってなった時にその場面場面で曲が流れたんだけど、そのシーンにぴったりの曲が見つかるってすごくない？新しく作らなくてもさ、そのシーンにぴったりの曲がすでにあってそっから探せばいいってすごいよね、曲数が多いからこそできる技だなって例えばやってて思ってたんですけど、
15と18見に行きます。あ、嬉しい、ありがとうございます。なんかまつげ上げただけで顔面強くなってきた、すごい、まつげパワー。東京帰ったら絶対にマツパするんだ。最近なんかまつげがさすぐ落ちてきちゃうからさ、もうパーまで上げようと思って、東京帰ったら絶対にするんだ、決めたんだ。香水使ってないの、そう、香水あんまつけない人間なんです、ごめんなさい、参考にならなくて。よいしょ。そう、パリジェンヌしたいんだよ。パリジェンヌってね、根元からキュインってあげる松葉なんですけど、そう、まつげパーマに詳しくない方にも説明するとね、さえは結構奥二重なので根元から上げてあげないとこう見えないんですよね、まつげが。なのでパリジェンヌっていう根元からグイーンって上げるやつがしたいです。あ、でも香水あんまり頻繁には使わないけど、あの一期のね、キクちゃん役の小熊凛さんから誕生日プレゼントでもらった香水なのかな、ミストなのか分かんないんですけど、それはたまにつけてる。ちょっと今手元にないのでまた今度見せますね。だからまた配信見に来てください。メイクの参考になります、嬉しい。なんか私はさ、人の動画とかさ見てさ勉強してきた人間だからさ、参考になるって言われるとこう、え、そんな参考にしていただくほどのメイクできるようになってきたんやなってちょっと嬉しい。メイクって最初はマジ見よう見まねだもんね、誰かが教えてくれるわけでもないし。さあ一旦メイクはこの辺にして、片付けなくては部屋を。ちょっと今からね、さあ画面から出たり入ったりします、片付けのフェーズに入ってまいります。フォローしました、え、嬉しい、ありがとうございます。あ、今日の顔面こんな感じにしますした、しました。くしゃみでそう、ずっとおはよう。今日鼻むずむずで肩出してるから冷えたかな、その説もある。よいしょ。クシュン、かわいい。シャミは可愛くないって。よいしょ。さあさあさあ、片付け片付け。くしゃみの声がブリックアイドルっぽかった、え、やだ、無意識。無意識なのが一番辛い、直せない。よし、忘れ物がないようにしていかないとね。まあどうせまたすぐ愛媛来るんでいいんですけど、ワンチャン忘れてても。
どうにかなる。あやー、メガネ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 入れて、あー靴が劇場に置きっぱなしだから、いや置きっぱなしでいいな、またすぐ来るし。よいしょ、傘入れるでしょ。よいしょよいしょ。あいやー、今から外食にワンちゃんと行ってくる。なんて優雅な一日を過ごしているの。いいな、ワンちゃん飼ってんのか、いいな、羨ましい。ワンコワンコ大好き、ワンコロスケ大好き。昨日さ、柴犬の靴下履いてた、柴犬柄の。そのぐらいにはワンコ好きです。53分、いけるいける。また来ます。あ、また来てください、待ってます。うん、どっちがこれ足だ、画面に映ってないんだ。まあそういう日もあるよね。よいしょ。あやー、文鎮はカバンに入れっぱなし。そう、バッテリーを忘れたことによって完全に分鎮化してしまった、悲しき私のカメラは。そうです、カバンに入れっぱなしです。でもカバンキャリーに入れとくと壊れたりしたら嫌だから、手持ちカバンに入れてこ。彼女感ある画角、マジ？それよかった。よし、ヘアアイロンも冷めたのでキャリーに入れちゃいます。よいしょ。よいしょ、座ってみんな。うわ、忘れ物してそうと思ったけど、あんまりさ、荷物今回広げてないから忘れ物大丈夫じゃね。もしや、もしや今回忘れ物しないで済むんじゃないか。これも入れて、こっち側閉めちゃう。よっ。ねえ見て、エサイが最近買ったズボン、可愛くないこれ。見せれない、刺繍が入ってるの、可愛いよね。これ最近買ったお気に入り洋服、突然始まるお気に入り洋服紹介。よいしょ。メイクポーチとかはこっちのカバンに入れるから。おはよう。よいしょ、メイクポーチ、大きすぎるメイクポーチ。これも第二のメイクポーチ。イヤホン入れて、やばい、化粧水と乳液入れてない。うわ、
はしないぜ。57分、いい時間ですね。もうカメラを入れて、でマスクをして、さあ配信そろそろ終わりにしますか。ランキング読んでね。13位ケンケンさん、ありがとうございます。12位ひのにゃんまるさん、ありがとうございます。11位ドクタケさん、ありがとうございます。10位はさっぴさん、ありがとうございます。9位ケンソイセブンさん、ありがとうございます。8位チップさん、ありがとうございます。7位オロロさん、ありがとうございます。6位ともちさん、ありがとうございます。5位ピアノマンさん、ありがとうございます。4位やすさん、ありがとうございます。3位国曜さん、ありがとうございます。2位つなちゃん、ありがとうございます。そして1位はポクレンパサランさん、ありがとうございます。後ろの T シャツをねカバンに入れていくから、よいしょ、これでこれをこうやって閉じたら、完璧だ、完璧だ、忘れ物ありません、これを持って。ということで皆さん、今日は私お仕事行ってきます。バイバーイ。